こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿したいんですけど、風邪なのかコロナなのかインフルエンザなのか分かりませんが、ものすごく体調が悪いです。お腹いっぱいしっかり食べて体力はつけないといけないんですが、裸になるとガタガタ震えるので体重測るのはなしです。声を聞いてくださればわかると思うんですが、サムネイルはプレーンオムレツ、オムレツですね。主食は白菜うどん、白菜鍋で、ウインナーたっぷり焼いて食べます。もうしっかり食べます。ダイエット関係してて体力落ちたら風邪に抵抗できませんから、しっかり食べますので、体重増えると思います。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。